なるみさんにお願いがあるんだけど、今って時間大丈夫？今日は休みだから大丈夫だけど、何かあったの？実は私、今仕事を探してるんだけど、いいところが見つからなくて。今までは専業主婦だったんだっけ？そうなんだけどね、旦那からそろそろ働きに出ろって言われちゃって、子供も小学校に上がって落ち着いてきたから家にお金を入れろだってさ。そうだったんだ。だけど私面接ってどうも苦手で、今も何個か受けているんだけど、なかなかうまくいかないの。面接の時のコツはまずは緊張しないこと。リラックスが一番。どうしても緊張する場合は相手の眉間見るといいよ。それだけで目が合ってるって相手は錯覚できるから。いや別にそういうアドバイスは求めてないんだけど、私がお願いしたいのは働き口を紹介してほしくて。紹介って言われてもね。だってなるみさんって一流企業に勤めてるでしょ。それになんて言ったって役職者だし、なるみさんの会社でぜひ働かせてほしいの。役職者だからって人を雇ったりはできない。求人情報が出てるならまだしも、今は多分出てないし。なるみさんの専属秘書とかやってあげるから。でも私パソコンとか全然できないから、基本的になるみさんの身の回りの世話ね。パソコンできない？機械系全般苦手。スマホだってあまり使いたくないし。それはちょっと厳しいかもね。最低でもパソコンのエクセルが使えないと話にならない。だから私はなるみさんのお世話をするんだって。コーヒー入れたり、身の回りの整理整頓したり、あとはお昼ご飯の買い出しとか行ってくる。そんなパシリみたいなのは求めてない。私の専属の秘書とかも必要ないし。でも私どうしてもお金が欲しい。旦那から言われたノルマをこなすためには週5でパートに出ないといけない。でもなるみさんの会社だったら多分週に行けば足りるんじゃないかな。入ってすぐでそんな給料が高いわけないでしょ。社会舐めすぎ。そんなこと言わずにお願いだよ。私本当に働き口がなくて困ってるんだもん。面接はいくつ受けた？今2個かな。落ちた原因とかは何か思いつく？うまく答えられなかったとか何か。1回目は遅刻で、2回目は質問の途中で帰っちゃった。はあ？遅刻は論外だし、質問の途中で帰るってどういうこと？コンビニのアルバイトだったんだけど、採用してもらえそうになって、いろいろ質問してたらトイレ掃除とか雑用とかが多かったの。レジだけじゃなくて商品の陳列もしなくちゃいけないみたいで。そんなのめんどくさいじゃん。リナさんって今までどうやって生活してきたの？そんなんでよく社会人やってこれたね。その事実にびっくりだわ。実は私の実家はちょっといいところなんだよね。まあつまりちょっとしたお嬢様的な感じで、旦那との結婚も家族からの紹介みたいな感じだったし、アルバイトも仕事もしたことない。マジか。じゃあ今までは旦那さんのお給料だけでやってきたってこと？うん、基本的に家事育児とかできるように家でいろいろと勉強してたし、旦那も最初はそれでいいって言ってたんだけど、今後のことを考えて働きに出ろって言われちゃって。だからそんなに常識がないんだ。会社の求人調べたら一つあったけど、私は何もしないけど自分で応募してみれば。本当に？リンク送っておくから、そこから自分で応募して、その後のことは私知らない。自分で頑張って。ありがとうなるみさん。なるみさんってなんだかんだママ友には甘いよね。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に好かれやすい体質で、大人になった今もそれは変わっていません。私が今 LINE をしていたのはママ友のリナさん。彼女少し抜けてるというか、独特な雰囲気だなぁと思ってたけど、社会を知らないお嬢様か。今までの行動はそういうことだったんだってちょっと納得しちゃった。職場の求人を一つ紹介してあげたんだけど、私は助けるつもりはない。あとは自分でどうにか頑張ってもらわないとね。数日後。なるみさん、私が不合格ってどういうこと？なるみさんのとこだったら絶対受かるって言ってくれたじゃん。そんなこと一言も言ってないけど。まあ結果が不合格だったのは残念なことだけど、それを決めるのは私じゃないから。そこは普通なるみさんが手助けをするところでしょ。私の知り合いだから甘めに採点してって言うとか、彼女いいところがあるんですってフォローするとか、いろいろ方法あるじゃん。私仕事を遊びでやってるわけじゃないの。え？お金を払う以上会社にとって利益がある人じゃないと。そこを友達だからなんだっていう悲劇はない。あなたもいい大人なんだからそれぐらいわかるでしょ。そんなのわかるわけないじゃん。
私はここに全てをかけて面接の練習だってしてきたのに、やだやだやだ、もう一回面接受ける。そんな子供みたいなこと言わないで。結果が出た以上私にはどうすることもできないの。なんでそんな冷たいの、私がこんなに困ってるのに。逆に意味のわからないダダこねられて私だって困ってるわ。それに聞いたけど、あなた面接に遅刻してきたんだって。だって途中で用事ができちゃったんだもん。それ私のせいじゃない。面接官にも同じようなことを言って遅刻したことを謝らないなんて全部自業自得じゃない。私は悪くないもん。そんなこと言われたって私知らない。今回は縁がなかったと思って別のところを受けるんだね。そんな、お願いだからなるみさんからもう一度チャンスくれるように頼んで、次は絶対にうまくやってみせるから。って、え、あなただけ後日もう一度面接するって。ほんと、やっぱりなるみさん優しいから言ってくれたんだ、頼りになる。私は何も言ってない。でも今その採用課の人に話を聞いたら、もう一度面接をすることになったって。神様は私のことを見捨てなかったわけだ。ならありがたくそのチャンスいただくわ。よくわからないけど、次は遅刻しないように、それから次不採用になっても私に文句を言わないで。はーい。2週間後。なるみさん、私合格もらったよ。これで私も大手一流企業に勤める社員。これからよろしく先輩。合格したんだ、おめでとう。大手企業で働けるんだから、これからお金ザクザクの億万長者だ。なるみさんとずっと一緒に働けるなんて楽しみ。清掃員受かったんだ、おめでとう。え、清掃員？社外にいることも多いから、お手洗いとかもあまり使わないし、食堂もお昼食べる時間ないから私はあまり行かないんだよね。だから清掃員の人と会うことってあんまりな。清掃員ってどういうこと？私これから大手企業で働けるんでしょ？うん、だから私の会社の清掃員でしょ？もしかして知らなかったの？そんなの知らない、こんなの詐欺だ、絶対に無理。私が送ったリンクのところにもちゃんと清掃員での募集って書いてたでしょ。仕事内容だって書いてたし、まさか読んでないの？だってなるみさんの会社で働けるって聞いたら、普通はオフィスでかっこよく働く人だと思うじゃん。呆れて言葉も出ないわ。この世に自分が受ける求人の内容を確認しない人とかいるんだ。だって私就職なんてしたことないんだもん。とりあえず働き口が見つかってよかったって思えば。なんで2回面接があって合格になったのかは知らないけど。清掃員なんて絶対に無理無理。人が使ったトイレとか床を雑巾掛けしたりとか、汚いものいっぱい。床を雑巾掛けは今の時代あまりないと思うけど、トイレ掃除とかはあるだろうね。それが仕事だし。絶対に嫌だ。そんなこと言ったって、せっかくもらったお仕事でしょ。神様がくれたチャンスだって喜んでたじゃん。頑張って働きな。絶対に嫌。面白いことになっていますね、なるみさん。あ、ゆり。確かなるみさんとゆりさんって仲良かったよね。ゆりさんからも何か言ってよ。私のことをなるみさんがいじめるの。私はなるみさんの味方で、あなたの味方をするつもりなんて1ミリもありません。なるみさんと仲がいいから私の言うことを聞いてくれないってこと？そういうわけではありません。私はなるみさんのことが大好きなんで。なるみさんに迷惑をかける人は許しません。今までもそうやって何人か引っ越しさせてるよ、ゆりは。それは知ってるけど、別に私は悪さしてないもん。あなたって中途半端なんですよね。どう調理してやりましょうか。ゆりにしては珍しく優しいね。いつもなら私に迷惑をかけたやつは許さない、絶対に追い出すまんって感じなのに。なるみさんのために働くのは私の宿命。でも中途半端な雑魚をお引っ越しさせて、次また頭おかしい奴が来るのも困ります。今回はどうしようかと考えあぐねています。ゆりにしては本当珍しい。さっきから私のことを無視して話進めすぎじゃない。ゆりさんがなるみさんのことを大好きなのは知ってる。2年前に痴漢から助けてもらったんでしょ。あの時なるみさんはすごくかっこよく輝いていて、ああ、この人が私の女神なんだと思いました。私はこの人に会うために生きてきた、そう思ったんです。私は大層なことしてないけど、でも私がいなかったら今頃あの男はこの世にいないって考えると、ユリからしたら感謝されても当然になるのかな。この世にいなかったって、
やっぱりあの噂は本当だった。噂？なるみさんに迷惑をかけたやつの尾底骨が折れたとか、指がなくなったとか、あるママ友は海の底に沈められたとか、そんな噂を聞いたの。尾底骨と指がなくなったっていうのはなんとなく察しがつくけど、ユリ、まさかあんた海に誰か沈めたりしたの？それは誤解です、なるみさん。尾底骨の件も私じゃないですけど、この際いいとして、私はなるみさんのそばを離れたくないので、そんなことはやっていません。それに何かするときはなるみさんに許可を取っていますし。まあ確かにユリが私に嘘をつくことはできないか。話がどんどん飛躍していったんだろうね。指の件はわかるって嘘でしょ。指なくなってるだけでも十分怖いんだけど。私はなるみさんに迷惑をかけることはしません。私が警察に捕まってしまえば、なるみさんは犯罪者の友達扱い。私がそんなことするわけないじゃないですか。分かったから落ち着きな。明日は一緒にクッキー焼くんでしょ。はい、なるみさんとお子さんと一緒にクッキーを焼きます。はあ、考えただけで嬉しくて鼻血が。ねえ、私と一緒にいるようになって長いんだから、そろそろ慣れなよ。そんなんじゃいつか出血多量で倒れちゃうかも。だってなるみさんもですが、お子さんの桜花さんもすごくしびれる性格してて。ちょっとねえってば。幼い頃のなるみさん見れているようで嬉しくて。私のこと無視しないで。あ、完全に忘れてました。今回の方針決めたので、サクサクっと言っちゃいますね。どうするか決めたんだ。私のこと適当に扱わないでよ。あなたたち二人ちょっと怖いんだけど。リナさん、あなたは1ヶ月間は仕事を辞めることを許しません。え、どうして？そんなの無理だって。だって私汚いのとか絶対に無理だもん。あなたがもし1ヶ月以内に辞めてしまったら、なるみさんに迷惑がかかります。なるみさんの推薦じゃないにしろ、あなたはなるみさんのママ友だから、あなたは最低でも1ヶ月働いてもらいます。なんでそんなこと決められないといけないの。私絶対すぐに辞めてやるんだから。それはおすすめしないな。え？ユリは私の周りにいる人のことを調べ尽くしてる。きっとあなたの弱みもね。私の弱み？別にそんなのあるわけな。不女子の集いでしたっけ。なぜ不女子？何それ。なるみさんは知らなくてもいいんです。不女子の集いという名前でツイッターでいろんな漫画を上げているようですが、すごく面白かったので、ママ友にも教えていいですか。漫画描いてるのすごいね。待って、お願い、絶対にバラさないで。どうして？自分が描いてる漫画を読まれるのってすごく恥ずかしいんだから。それが顔見知りなら私発狂しちゃう。でも私漫画読んでみたいな。どんな作品なの？なるみさんみたいな純粋無垢みたいな人に読まれるのが一番きついの。お願いだから絶対に読まないで。あなたが会社に行かなかった日数イコール人数に私はそのことを広めます。そんな。 SNS は誰が見てもいい場所なんですから、そのつもりであげているのでしょ。素晴らしい作品を一人でも多くの人に見てもらういい機会ではありませんか。行きます。え、ぜひ仕事に行かせていただきますので、よろしくお願いいたします。そんなに見られたくない漫画って何？遅刻をしたら迷惑にもなりますから、遅刻もしませんよね。もちろんです。しっかりと1ヶ月間勤めさせていただきます。だから漫画のことは絶対誰にも言わないでください。私はあなたのことをずっと見ていることをお忘れなきよう。ゆりさん怖い。なるみとゆりの LINE。 ゆりにしてはお仕置きが今回だいぶ優しかったね。私は別になるみさんに孤立してほしいわけではないんです。なるみさんはあの人のこと別に嫌いではないですよね。まあ確かに好きではないけど、わがままな妹みたいな感じかな。なるみさんに悪意を持って接する人が多い中、あの人は悪意を全く持っていませんでした。だから許してあげたんだ。でもあんなに仕事嫌がってたのに大丈夫かな。その点については私はあることを確信しています。何？それは1ヶ月後のお楽しみということで。ふーん、わかった。ユリに見逃されて2回面接に呼ばれるし、なんだかんだ運いいんだね、あの子。リナさんが最初の面接に遅刻したのは清掃員のおばさまを助けていたんです。そうなの？
こけて腰を打っていたおばさまを警備員のところまで連れて行ったんです。そのおばさまは清掃員のリーダー的存在で面接のことを掛け合ったそうです。そういうことだったんだ。あの人だったら今後なるみさんに害を及ばさないと思います。もし何かする場合はすぐに私が駆けつけるので安心してください。いつも頼りにしてるゆり。ぶわー、破壊力が。なるみさん出勤。その後1ヶ月間仕事をちゃんとこなすか心配していたりなさんだったけど問題なくこなしてた。ゆりのことが怖いからだと思ってたんだけど、その後も仕事を辞めることはなかった。ゆりに話を聞いたら私が思った通りですって笑ってた。汚いものが嫌いなりなさんは掃除をして自分で綺麗にすることに快感を覚えるようになったみたい。最初はいやいや仕事をしていた彼女だけど、自分の手で綺麗になっていくトイレや部屋を見て感動したんだって。家にいる時は両親や旦那がやってくれていたけど、こんなに気持ちいいものだって知らなかったって。掃除をすることに目覚めちゃった。一度会社で見かけた彼女は目をキラキラさせながら必死に汚れと戦ってた。まさかこんなことになるとは思わなかったけど、ゆりはこれも見据えてたなんて。どんだけ先を見て行動してんのよ。ちょっと天然でつかみどころのない彼女だけど、悪意のない彼女といるのは気が楽。最近はママ友の食事会の時によく話をするようになった。漫画の話を聞いても絶対に教えてくれないんだけど、あれって何だったのかな。みずきさん、こんにちは。ごめんなさい、今度の子供会のことなんですけど。あやこさん、こんにちは。どうしたの。今度町内会のイベントの時にフリマやりますよね。何か商品になりそうなものを持ってくるようにって。そうだけど、でもそこまで気にしなくても大丈夫だよ。家で余ってるものとか使わなくなったものとか。うち何もなくて。何もないって人は買い置きのスポンジ1個だけとかでも平気だよ。100円ショップのメモ帳を使わないからって持ってきた人もいるし。え、でもそれで大丈夫なんですか。ハンドメイド好きな人とかが結構出すからね。あとはこういうの結構頑張る人がいるからさ。だから全然大丈夫。でもうち貧乏なんです。お金がないんです。スポンジ1個買うのだって難しいんです。例えば余ってるハンカチ、ポーチとかない。着なくなった洋服とかわざわざこのために買う必要はないよ。何もないです。あれば逆にフリマで自分が売ってます。そのくらいお金がないんです。まあ強制じゃなくて子供会からのお願いだからね。出さなくてもいいんじゃない。つらい。え、私やっぱりみんなにまた貧乏だって思われるんだわ。別に私が悪くて貧乏になったわけじゃないのに、どうして私だけがこんな思いをしなきゃいけないの。ちょっと彩子さん落ち着いて、大丈夫だから。私は一生不幸、私だけが一生不幸。どうしてこんなに貧乏になっちゃったの。みずきさんはいいですよね、お金持ちで。旅行にも行って外食にも行って一戸建ても建てて、なのに私は古いアパートで。辛い辛い辛いです。物を出さなかったらまたみんなに貧乏だってバレちゃう。みっともない、恥ずかしい。別に誰が何を出したとかリスト化したりしないよ。それに事情ある人だっているし、そういうの分かってるから。集計するのは七瀬さんだしね。七瀬さん。ああ、水木さんと仲のいい七瀬さんはそういうのちゃんと分かってくれる人だから何も問題ないよ。そうやって私に優しくするのは私が貧乏だからですか。貧乏だからですよね。貧乏だとかわいそうなんですよね。みんな生きてりゃいろいろあるよ。そんなことない、私だけが不幸なんだわ。私だけ、私がこの世で一番不幸なの。ねえ、水木さんは裕福なんでしょ。今回も物出しますよね。出すは出すけど、着なくなった服とか娘の手作りしたシュシュとかそういうものだよ。それ私にくださいよ。え、私が出したってことにしてください。気持ちはわからなくはないけど、それやっちゃったらキリなくない。それに他にも生活苦しいけど出したって人もいるから、そちらに申し訳なくなっちゃう。なんで、なんで私にくれないんですか。だから別に強制じゃないの、出さなくてもいいんだってば。私が貧乏だって思われてもいいんですか。というよりちょっと言いにくいけど、彩子さん自分で言ってるよね。え、こういう時何かあるといつも自分は貧乏だからって言うでしょ。自分から言ってるの気づいてない。だって、どうして私だけ。
知ってますよ。今度みんなで高級ホテルに泊まるんですよね。女子ってこの年で言うのもちょっと気が引けるけど、女子会限定でめちゃくちゃ安くなるコースのやつかな。確かに今度の土曜に泊まりたいって言ってたね。私は行けないのに、なんでみんなは行くんですか？ねえ、どうして、どうしてよ。私の名前は水木。漬物会社で働く兼業主婦です。彩子さんはお金がない、私は貧乏が口癖のママさんなの。別に元々の性格が悪いわけではないのだけど、当たられてもこちらも困るよね。どうしたものか。彩子さんのところは普通に共働きなんだよね。ご自身も工場で事務をしているし、旦那さんもスーツ着てるし、それで生活が苦しいっていうのは過去の借金とか何かあるのか。さすがにこちらも深くは聞けないし、本人も話さないからね。ただ最近彩子さんの精神不安定さが増してるような感じがするの。ついには高級ホテルまで乗り込んでいったんだから。水木さん、水木さんどこですか？彩子さんどうしたの？私も高級ホテルに来ました。とっても素敵な場所。お財布の中身1円しかないからおごってくださいね。ちょっとうちまで顔出しな。え？あ、いいよ。ホテルのロビーかどっかにいて。今七瀬さんが車で迎えに行くから、到着したら連絡するから、どっか近くの止めやすい場所まで出てきて。何それ、私はやっぱりのけものなんですね。止まれないんだ。そうだよね、そうですよね。1円じゃ止まれない。こんなところに泊まるのは一生無理なんだ。いや、私らも泊まらないよ。行きたいねとは話してたけど予約してないから。むしろ彩子さん行ったんだってびっくりしてる。あ、今七瀬さん出発したよ。え？私何されるんですか？ごめんね、彩子さん。見ちゃったの。え？彩子さんの家からなんかおばあちゃんが出てくるところ。あ、なんかすごく派手で嫌な感じの人。あの人、彩子さんのお姑さんなんだね。いい！お願い許して！お母さんに言うのだけはやめて！彩子さん。はい。私たちは彩子さんの味方だよ。水木さん、本当にお母さんに言わない？私のことぶったりしない？何もしないよ。とにかく七瀬さんと一緒に家においで。お子さんはうちの千秋が連れてきたから。うちの娘もいるの？今日彩子さん誕生日なんでしょ？聞いたよ。そうだけど。ま、みんな持ち寄りだけどさ、ちょっと食べようよ。食べ終わったらお話聞かせてくれる？水木さん、ごめんね、ごめんね。たまたま彩子さんが住んでるアパートの前を通ったら、ものすごく派手な女の人が部屋から出てきたの。今度はもっと金を用意しておきなってすっごい態度だったんだよ。そして彩子さんがお母さんごめんなさいって謝っててね、彩子さんはもうご両親が亡くなっているって言ってたから、お姑さんってことになるよね。金をもっと用意しておけって言いながら、手元には数万円のお札。なるほど、これがお金がないの原因なんだと思ったよ。旦那さんの方もよくスーツを着ているところを見かけるけど、実際には隣町のパチンコに通っている無職だったみたい。こりゃダメだ。まあこういう事情がわからなければどうすることもできないからね。まず事情がわかってよかったよ。水木さん、本当にありがとうございました。娘と二人お腹いっぱい、とっても幸せでした。こんなに食べたの数年ぶり。お話も聞いてもらえて本当によかった。彩子さん、家を出たいんだよね。ええ、でもうちにはお金もないし逃げられない。私の働いている会社はここの地元の企業だし、遠いところに支社でもあればよかったんですけどね。ちょっと数日待ってくれない？え？はい。よろしく。翌日、彩子さん、今いい？あ、水木さん、はい。あのさ、娘さんと二人で引っ越さない？ 2LDK の新築アパート寮があるの。山奥っちゃ山奥だけど、コンビニもスーパーもあるし、結構賑わってるところだよ。引っ越しも手伝うし、新生活に必要なお金も貸してくれるって。え？あの、どういうことですか？うちの会社で働かない？水木さんと同じ会社？うちの社長って、もともと私のママ友だったんだよ。元気なんだけど、空回りして昔はトラブル多くてね。それがきっかけで、一人で山奥の集落に行くことになったの。あ、信代さん、有名な漬物名人の、そんな過去が？
そうなの。そこで漬物を漬けてたら美味しいって評判になってね、今じゃ漬物の里なんて呼ばれるようになったんだよ。そこからどんどん有名になって、家族ともまた暮らせるようになって、そういう過去のある人だからさ、すごく理解してくれるの。彩子さんの事情を説明したら、じゃあ漬物の里で住み込みで働いてもらったらどうかって。嘘でしょ、こんなことあるの？私行政にも相談に行ったの。でもこの程度のハラスメントじゃダメだって言われたんです。シェルターもお年寄りとか妊婦、あとは小さい子がいる人だけ、小学生の子供じゃ厳しいって。うちの姑やり方がうまいんです。証拠になるようなことをなるべく残さないし、今はどこのシェルターもいっぱいいっぱいだもんね。わかりやすく手を挙げるような内容じゃないとなかなか難しいよね。はい、ちょっとくらいじゃダメだって言われて、それでもう諦めてたのに、こんなことがあるんですか？私もう親もいないし、誰にも助けてもらえないと思ってた。もう一生逃げられないと思ってた。本当に本当に？だから言ったでしょ、もう大丈夫だって。私やり直したいです。人生をやり直したい。娘と二人で安心して帰ってこれて、ゆっくり眠れるところで暮らしたい。もう一度、そう思ってもいいのでしょうか？大丈夫、彩子さんが助けてって言ってくれれば私たちも動けるから。でも彩子さんの言葉がなければ勝手には動けないよ。助けて、助けてください。任せな。後日彩子さんは無事に脱出完了。姑はかなり意地が悪いし、悪知恵が働く女でさ、息子とうまいことやって彩子さんを利用していたんだね。そういう女だからさ、かなりきつめの弁護士さんを用意したよ。おかげでいろいろぶんどったし、あとは私たちの出番、必殺井戸端会議で情報を流しまくったから、あのクズ親子は地元にはいられなくなってね。二人で近くの町に引っ越してアパートで新しい生活を始めたけど、そのアパートがさ、まあ訳ありの人間が集まるところで、騒音や悪臭はひどいし、なんか元旦那さんはおばあちゃんにストーキングされたりしてね。そんなストレスの中二人で大喧嘩、二人揃って階段から落ちて大きな怪我をしたらしいよ。そこまでしか聞いていないけど、今後もろくな人生は送れないだろうね。彩子さんの方はもうとっても幸せそう。真面目な人だから仕事も一生懸命で本当に助かるよ。以前みたいに精神的に不安定になることもないし、新しい環境でご近所に友達もできたらしくて、いろいろ話してくれるの。本当に良かったね。ちなみにうちの猫にゃにゃまるも元は地域猫だったの。とはいえ人が来てもすぐに逃げるような子だったんだけど、ある日珍しく近くに寄ってくるから見てみたら怪我してたんだってさ。助けて欲しかったんだね。そこから保護猫カフェに引き取ってもらって、我が家で暮らすようになって、人生？猫生？が変わったんだよ。助けて欲しい時は勇気を出さなきゃいけない時もあるんだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。